マルコさん、アニポケで小春が一人旅にってことで、保健所も旅するコカスと光ならぬ森田ひかるちゃんがやってきた。悪夢を見せる幻のポケモンダークライに可愛さで立ち向かえ。しゃくれてますよ。さらにこれが日本一決定戦の3位です。ここは日本のどこかにあるポケモンが大好きな人が集まるお家。ポケモンの家集まる。いやー、アニポケでプロジェクトミューも始まってもっともっと楽しくなっちゃったね。ですね。しげるかっこいいですよね。かっこいい。しげる様また会えるなんて。伝説のポケモンウーラオスも出てきたしね。そうですね。かっこいいね。
っちはもうこがすせいで寝不足ですよ。あらら寝不足。はい、そうだったわ、忘れてた。今度のアニメにあの幻のポケモンのダークライが、ね、登場するの。そんなダークライに負けないよう、いい夢を見るために